トランプ大統領の再選支持を訴えました。ペンス副大統領、アメリカを立て直すために必要な選択肢は明らかだ。あと4年間トランプ大統領が必要だ。アメリカ大統領選挙に向けた共和党全国党大会3日目の26日、副大統領候補に指名されたペンス副大統領は、指名受諾演説でトランプ大統領の再選支持を訴えました。また、自身が陣頭指揮に当たった新型コロナウイルス対策で、ワクチン開発を急ぐ考えを示しました。外交面については、トランプ大統領は中国に立ち向かったと述べ、対中強硬姿勢を強調する一方、民主党の大統領候補バイデン氏について、中国共産党の応援団だと非難しました。